はい、こんにちは。今日はですね、初めて公開します。股関節痛とか、まずこのモデルの方なんですけども、右股関節を内旋かけると、ここでこんな感じで動きが制限が、ここで違和感が出てるんですね。で、左足だと行くんですよ。こんな感じですね。この角度と後頭骨に手を添えて指を上に動かすと、もう可動域がない、全然動かないという感じなんですよね。ここと股関節はつながってます。要はここの動きを出すことによって股関節が一気に可動が上がるということなんですね。じゃあこれどこで調整するかということなんですけども、いきますよ。まず臨場方向、ここに高血がフィットされる。それで見てみると少し上がる。で、それでいくと可動がつきます。では、こっち、今頸椎の動きをよくしました。頸椎と股関節はつながっているということですね。見てみましょう。わかります？左に。もう一度。ちょっと触るだけですね。今頸椎の動きを出したので、多分この時点で軽いです。